皆さんこんにちは。ベトナム語独学サポーターのトニー・ダニーです。ゴジラどんどんすごいことになってますよね。アメリカでも、もちろん未だに上位にいるんですけども、さすがにですね、クリスマスシーズンを前に、アメリカの映画、ワンカでしたっけが入ってきてですね、なかなか苦戦しておりますが、直近で言うと、第4位をキープしていますね。で、今ですとイギリス、アイルランド、それからブラジル、オーストラリア等で、このゴジラが、上映されているようです。で、各地で、いろいろ記録をどんどん上げていってるみたいです。で、また、全世界いろいろな地域の、賞ですね、どんどん受賞していっているみたいです。そんな中でですね、昨日ですね、東宝さんが新しい情報を発表しました。もうサムネイルとか今画面見てご存知だと思いますけど、なんとですね、現在上映中のゴジラマイナスワンのモノクロ版を来年の1月12日からロードショーすることになりました。この白黒版ですね、ただ単に白黒にしたというのではなくてですね、きっちりゴジラの凄みとか怖さが伝わるように、細部まで再度、画面を、微調整して新しい映画一本作り直すぐらいの、手間をかけてこのモノクロ版を作成されているようです。で、その、予告編ですねが発表されました。30秒の予告編ですが、せっかくですから一緒に見ていくことにしましょう。で、できる限りですね、私の分かる範囲内でちょっとベトナム語にも訳してみましたので参考にしていただけたらと思います。それではですね、一緒にちょっと見ていくことにしましょう。さあ、まず画面の方を確認しましょう。白黒の世界でってなってますね。ベトナム語ではチェンテーゾイレンチャンってなってますね。テーゾイっていうのが世界ですね。レンチャンっていうのは黒白って感じですけど、日本語と逆なんですね。日本語は白黒と言いますけど、英語、ベトナム語、中国語とは黒白っていうんですね。ちょっと日本語だけ反対なんですよね。で、ここでですね、アナウンサーの声が聞こえてくるんですね。臨時ニュースですっていう言葉が入ってきます。それを訳したのが画面下の方の白い、文字の部分ですね。チュンタイブアニョンラッティンナムですね。これお分かりになりますか？ティンっていうのはニュースとか知らせですね。ナムっていうのは暑いっていうことで、ホットニュース、まあ緊急のニュース、ブレイキングニュースみたいなニュアンスですね。なので、熱々のとか緊急のニュースをニョンロク、今、受け取りました、受け取ったばかりですみたいな感じで、これが臨時ニュースですのニュアンスを表しています。さあ次確認しましょう。で、アナウンサーが続けて言います。ですね、巨大生物が東京湾から上陸しって言ってるんですね。コモセンバ、センバっていうのが生物ですね。で、最後のウィン東京が東京湾って感じですね。東京湾から上陸しどうしたのでしょうか。まだ次の画面に、続きます。で、下のまず文字見てくださいね。ゾイダン、フォン、タイ、銀座ですね。そして銀座方面に向かっていますっていうふうにアナウンスされたんですね。で、画面に出てきた文字見ておきましょう。生きて抗えですね。生きてっていうのは存わですね。抗えっていう部分は、今回はですね、ファンカンって訳してます。ファンカンっていうのは反抗ですね。反抗しろ、生きて反抗しろ
ていう感じで生きて抗えっていう部分を訳しています。ゴジラが方向してますね。で、メインキャストの女性がつぶやきます。あれがゴジラっていう風な感じ、初めてゴジラを、遠くから目撃した時の言葉ですね。ベトナム語では、ミントハイカンケアラマッカンゴジラと訳しました。文頭のですねトゥーハイっていうのは、自問するっていう意味なんですけど、まあニュアンスとしては何々だろうかっていう、日本語をベトナム語に訳す場合はこの、トゥーハイをよく使います。それで今期はあの生き物がっていう部分があれがですね、モッコンゴジラってゴジラっていう生き物なのだろうかということで、あれがゴジラっていうのをこういうふうに訳しました。それでは次です。次はですね、これはですねゴジラをと戦うチームなんですけども、その、リーダー格の人が、みんなに話か、語りかけているんですね。何と言ってるかというと、この国の将来を切り開くのは私たちだけだ、私たちだけしかこの国を切り開くことはできないみたいなことを言ってるんですが、ベトナム語ではチーカオチュンタムイで、私たちがあってこそのこそ、肯定できるタオザー作り上げることが何をかというとトンライですね、将来を、どこのかというとクアダノクナイですね、この国のこの国土の将来を作り出せるのはっていうことですね。で、これが、ゴジラを壊滅させるための作戦をする博士なんですけど、その博士が、一言言ってんですね、行けって言ってるんですけど、まあそこの部分を私は、ゼ・ナーリーって訳しました。ナーっていうのは、それ、ゴジラの子ですね。ゴジラを殺せとか、ゴジラをやっつけろみたいな感じですね。で、主人公の男性が、言うんですね。なんて言ったかというと、たとえ差し違えるようなことがあっても、私は絶対必ずゴジラを、やっつけるとかものにしますみたいなことを言うんですけど、その部分のベトナム語ですね。ガイカーっていうのが、何々でさえっていう時に使うんですね。ヒートイチェ、私が死ぬ時でさえ死んだとしてもみたいなニュアンスですね。で、次の理由がビードンタッコンクアニャオっていうのは、お互いに攻撃し合って私が死ぬような時でさえも、そのようなことがあったとしてもトイチャッチャン、私は絶対にせえゼゴジラということで、私は絶対にゴジラを殺す、ゴジラを倒しますっていうふうに宣言してるんですね。というわけで最後に、タイトルコールですね。ゴジラマイナスワンって言ってるんですけど、ゴジラチューモですね。チューっていうのがマイナスです。モワンでまだ続きますね。で、今回のバージョンは、マイナス、カラーっていうタイトルになってます。ゴジラマイナスワン、ゴジラマイナスワンマイナスカラーという、タイトルの映画になりますね。で、全国の劇場にて1月12日に解禁ということで、ベトナム語では、ザーザですね。
ザっていうのは劇場です。ザっていうのは出ていくとか開かれるっていう意味なので、劇場公開されますっていうことですね。オウニャバン、日本ではいつかというと、ガイモハイ12日タンモ、1月ので2024年のっていう感じで、表現してあります。でですね、今回はですね、全国でですね合計30万名様に入場特典というのがついてくるそうです。70周年記念オリジナルアートボードということで、今回ですね、私もこれをちょっとゲットしたいと思っております。まあ、先週見に行ったんですけど、本当にいい映画でした。私は本当に怪獣映画とかゴジラ映画って、一切興味なかったんですけど、それを抜きにしても、ヒューマンドラマとしてすごい、楽しめる映画でした。このモノクロ版も、ぜひとも見に行こうと思います。ぜひぜひ皆さんも見に行ってください。怪獣好きじゃなくても本当に楽しめると思います。おすすめいたします。それではまた次回の番組でお会いいたしましょう。ベトナム語独学サポーターのトニー・ダンディがお送りしました。スインチャオカバンヘンガプライ、じゃまたねー。